新型コロナウイルスの拡散によってほとんどの製品を中国で生産しているアップルがその直撃弾を受けている中、それだけでなくその供給網の多角化にも困難を極めていると米国の経済新聞が2日報道した。生産工場及び販売の比重の面で中国への依存度が高く、インドとベトナムなどの代案もうまくいかないという分析である。 新型コロナによって今回アップルはすでに脱中国をしないことによる多くの代価を支払っている。先月17日にアップルは異例のこととして報道資料を出して、新型コロナによって iPhone の供給及び需要に支障が起こり、2020会計年度の第24半期の売上ガイダンスを達成するのは難しいと明かした。 その後アップルの企業価値は1000億ドル以上下がってしまった。しかしこのチャイナリスクにもかかわらずティム・クック CEO は米国メディアとのインタビューで予測できない事件は現代ビジネスの一面であり、アップルの運営チームは過去にも地震や津波のような問題を解決してきたとし、中国から抜け出す考えはないと強調した。アップルとしては、 第二の消費市場で、かつほとんどの製品が生産されている中国から出ていくのはあまりに困難なことであり、中国との完全な決別は不可能だとこのメディアは報道した。